じゃあこんな ISFP さんが私 ES16 タイプでは ESFP と言われる私、はい、と付き合ったらどうなんでしょうと。でもまあ E と I が違うだけなので、うんうんうん、あまり何も問題はなさそうですが、 ESFP と ISFP の相性、この3つの特性が共通するこの ESFP と ISFP は良き仲間となり友人になりますと。今現在のことに夢中になり思い切り人生を楽しむ、愉快なことが大好きで遊び好きの仲間たちと楽しく過ごしますと。2人とも柔軟性があり、将来のことを計画するより目の前の人生を楽しもうと思っている。現実的で常識があって細かいことに目を向ける。暖かく寛大で野外屋外で過ごすのが好き、アウトドアでのスポーツや趣味を持って人助けの精神を持ち、自分が何をしていても中断して人のために尽くすと。 ESFP は ISFP の落ち着いた態度、思慮深く控えめなところに惹かれ ISFP を心から信頼する。一方 ISFP は ESFP の活気にあふれたところ、物分かりが良いところ、ユーモアに惹かれる、そして一緒に冒険を楽しむと、うん、また ESFP は ISFP にもっと活動的になって人生を満喫しようぜと助言する。で ISFP は ESFP にペースを落として一つのことに集中して人に優しく接しなさいと助言します、うん、不満を覚える点は ESFP と ISFP はどちらものんびりしており期日を守らず最後まで責任を果たさないことがあると。お金にだらしないところもあり、気分が良くなるからというそれだけの理由で買い物をしたりする。するとどちらかが無駄遣いを慎むよう叱責することになり、指図された方は不快に感じますと。その上互いに相手を傷つけたくないので真正面から問題改善に取り組まないと。また ISFP は特に人の批判に傷つくと自分の殻の中に閉じこもってしまいますと。あ、これわかる。ISFP がなんだ僕もよくはい、すぐいじけるって言われるので家族にはい、はい、スンってなるんですか。もういい、あ、もういい、わかった、もういい、うん、出たって、はい、怒ってるんですけどって思うんですけど、うんうん、ISFP かな。でもまあ好きのと入れ替わるだけですもんね。確かに、はいはい、おまけに双方が決断を下すのに先延ばしにしたり約束の時刻に遅刻したりしがちですと。遅刻はね本当、はい、分かる。計画性がないためどちらか責任感の方の強い方が、変ですね日本語が、うん、責任感の強い方が尻拭いをすることになり、また不公平だと不満に思いますと、うんうん、また ESFP は社交が好きで知らない人と会いさまざまな友人と交流したいと思うが、うん、ISFP は少数の信頼できる友人と交流すればよく、自宅で静かに過ごしたいため ESFP は家でじっとしているのが苦手でイライラしてきますと、うん、あれ俺 ISFP かな、結局縁の下だしなそれでいいって最近思ってきたしな。まあそこでうまくいくならどこでもいいですよね僕は。 ISFP かな、なんかすごい今ごっくんするところが、内向だったらですよね。でも僕内向も多分半分ぐらいは内向だと思ってますはい、はい、ごめんなさい。社交的な内向、僕社交今別に友人だなんて別に会わなくてもいいと思ってますでもこう人と会いたいみたいな、人と話したい、話したいよたまにねはい、確かに、うん、では ISFP 型と良好な関係を築くには言葉と行動で愛情を表現する、うん、ISFP 型の話の腰を折らずじっくりと耳を傾けよう、うん、ISFP 型が一人で過ごす時間を尊重しよう、急かさない、さまざまなことに対する ISFP 型の努力を褒めよう。何がおかしかったんですか、ESFP ですよ、急かす方じゃないですか、すごい急かすはい、せっついてないですけどって前置き置きながら、
確かに早く答え聞きたいじゃないですか。聞きたい、はいはい、確かに。じゃあ、うん、一旦はい何パーとか聞きたくなるじゃないですか、うん、はい、あの目は大体目処はあって、はいはい、確かに、うん、ISFP と ESFP、 ハリーポッターと友人のロンの関係かなと思いますと。わかりますか。僕あんまりハリーポッターわかんない。ポッタリアンでしたっけ。ポッタリアンあのハリーポッター好きな人なんか言いますよね。よくわかんないですけど、僕もわかんないです。ハリーとロンかなと。あ、うん、なるほど。だとそうなのかもしれないですね。そうなのかもしれないですね、うん、まあ何て言うんでしょう、 ISFP さんに関わらず、はい、相手の話に耳を傾けて、うん、寄り添い尊重するですね、はい、おそらく、うん、で僕は話の腰を折らない。話の腰を折らない、はい、まあ、特に ISFP だとそうですね、はいはい、待ってあげるなんかね言わなきゃ忘れるんですよ、なんか思ったことってはい、で多分 ISFP の人は考えてるんですよきっと。あ、はい、でそこでせかされるとまとまんなくなってくるみたいな。そうですね、で譲っちゃうんでしょうね、うん、譲、まあ、それでいいですみたいなもう反省、はい、